さあ、続いてのゲームはですね、自分のパートナーについての質問に答えていただいて、どれだけパートナーのことを理解しているかを競い合っていただきます。まあ、簡単に言うとこちらから質問をさせていただきますので、それをパートナーが答えてください。でパートナーが答えてそれが本当に合ってるのかどうかというのを正解不正解はそのプロフィールを当てられた方が判断していただきたいと思います。まあ、やってみればすぐ分かると思いますので、それではまずはですね、一番初め日高さんと中村さんにお願いしたいと思います。どうぞ4号室チーム前に出てきてください。お願いいたします。さあ前に出てきていただいて、もうちょっと前で大丈夫ですかね。はい、前に出てきていただいて、1分間の間こちらで質問をずっと繰り上げさせていただきます。はい、1問正解するたびに10ポイントでございますので、まあ、なるべく早く、次にたくさんの問題に答えた方がいいと思います。はい、欠点とかもありませんから。ではまずは、これは、中村さんが日高さんに、対してどれだけ理解が深いかというところからいきたいと思います。僕が当てる。そうです。僕が例えば好きな何々は何っていうふうに言ったら、それを答える。答える。まず中村さんが答える。間違ってたらすぐ答え言うんですか？間違っ、あそこで正解か不正解か言っていただければ、はい、はい、正解不正解っていうのを日高さんから言っていただければいいと思います。はい。さあそれでは、60秒間でそれをそれぞれ2セットでやっていきたいと思いますんで、はい、まずは4号1チームから参りましょう。チキチキパートナークイズ対決、まずは中村さんに日高さんのプロフィールを当てていただきます。スタート。日高さんの好きな色は？早く早く、たくさんやった方がいいですよ。白。正解。おお、正解。苦手な食べ物は？早く早く、時間です、時間。苦手な食べ物。にゃ、口の中にゃにゃ、納豆。違う、不正解。はい正解、はい、そういうことです。タンパク、そういうことです。タンパクだな。そういうことです。今行ってみたい国は？行ってみたい国。美味しい食べ物いっぱい。美味しい食べ物がいっぱいある国です。もうちょっとひねる、もうちょっとひねろうか。正解。美味しい食べ物がいっぱいある国。好きな、私の好きな食べ物があります。知らないんだけど。パスしてもいいですよ。おい、よく飲んでるじゃねえか。フランス。あ、違います。違う、大変。ドライ。そして、得意だった学校の科目。これは何その、分かってんだろ、来いよみたいな。何得意な科目、何得意なの。こっち、理科違います。違うんだ。違うんだ。苦手なスポーツは？苦手なスポーツ、はい、苦手なスポーツはね、バスケットボール。違います。好きです。全然ダメじゃん。バスケは同級部じゃねえ。そう、言うてる。今みんなが思った。いや、だって平山のやつがいるから。やりますよ。あ、ここにもここにも。そうなんですよ。すいません、お前違うからな。できてる。全く小学生は最高だと思います。これ難しいですけど。難しいですね。これ難しいですね。難しいですけども、ただ一番初めの好きな色、見事正解だったら10ポイントをゲット。わー、やった。はい、で、これと同じことを中村さんにもやっていただくと、今度は日高さんが中村さんの好きなものを当てるということで、はい、一応ズルができないように、あと先にもう決めていただいてるんですよね、好きなものは。はい、僕覚えられないんでメモしてきました。自分のですよ。はい、自分のプロフィールですよ。はい、そうなんですね。メモしてきました。わかりました。じゃあ次は6問目からということでよろしいですか？はい、わかりました。それではいきますよ。4号室チーム、今5問やっていただきましたので6問目からいきたいと思います。はい、じゃあ今度日高さんに中村さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。はい、ではスタート。一番好きな季節は？これ4つしかないからね、もう簡単。冬。ブー。残念。続いて今一番欲しいものは？時間。違います。あら、好きな寿司ネタは？可愛らしいですか？可愛らしくないか。ダメだ。魚面だな。魚面。白身でさ、どんどん名前が変わるやつの。なにどんな。私お寿司行かないもん。どうしようかな。まあいっか、時間ないんで卵。違いますね。はい、行きましょう。絶対違います。白身だから。マジか。ひよこからな。今飼ってみたい動物は？これ中村さんが。僕は飼いたいです。飼いたいですか？飼いたいです。でも多分どっちだ、許してくれないと思います、周りが。周りが、うん、死ぬぞって言われると思います。え、竹やぶとかにいそうな。竹やぶ。え、トラ。正解。おお。そして子供の頃の夢。じゃあ最後これだけ。子供の頃の夢は？子供の頃の夢、はい、やっぱりみんなこれでしょうね。
消防士。あ、違う。消防士なんですか。あの、すいません、僕が消防士に憧れる玉に見えますか。だって、子供だからって言ったら、この人前でこんなグローブまでしたやつが消防士に憧れると思いますか。違いますね、僕社長って書いてますね。ないじゃないですか。中村ロス死刑じゃないの。子供の頃は社長でした。はい。さあ、ということで、こちらもですね、日高さんが正解したのは1問だったんで10ポイントをゲット。まあ20ポイント、20ポイントですね。なんですけど、はい、気になるところを振り返ると、日高さん苦手な食べ物はレバーです。レバー、レバー、今行ってみたい国はイタリア。あ、イタリア、そして得意だった学校の科目は数学。数学、お、そして苦手なスポーツは。いや、私水泳。数学だと思ってましたもん、私。日高さん、あ、ひかつさん、ひかつさん、はいはいはい、ひかつさん、先ほど、はいはい、リカって言ってましたよね。いや、リナだからリカってちょっとなんか語呂がいいかなと思って。語呂うわ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 。ちょっと細谷君、椅子蹴っ飛ばしてくんねえか。当たり強いね。ねうん。なんだよそれ。今、細谷さんが人を傷つけてはいけないって言われてるロボットみたいなリアクションでしたよ。絶対に蹴れない。それはできない。オーバーフローしてました。中村さんなんですけど、はい、一番好きな季節は。季節は僕秋です。秋で好きな寿司ネタはカンパチです。あ、カンパチか。すごいリアルだよ、なんかそこ。卵って言ったじゃないですか、聞いてくださいカンパチかって、そして、今買ってみたいと言ったらトラ正解でしたね、うん、すごい、あと今一番欲しいものとなりましたね。これはちょっと言えないです。え、言えないものを書いたんですか。え、あー、言えないです。言えないです。なんでそれを書くんですかね、ちょっと。そこです、そこです、うん、普通に考えてたから。そうか、はい、え、何、無知とかそういうこと書いたんですかじゃないですか。まあ、とりあえずこれで秘密にしましょう、はい、そして、子供の頃の夢は先ほど社長ということですね。社長です。はい、以上、まずは4号室チームでした。ありがとうございました。20ポイントゲット。では、同じことをですね、細谷さんと日高さんにも、あ、日高さんにもやっていただきたいと思います。前にお進みいただいてよろしいでしょうか。よし、行けババア。よしよし。膝が曲がってないよ、膝死んだよ、膝死んになってるよ。膝死ん、膝死んで何。それでは、お二人で膝が曲がってない。チャレンジしていただきたいと思いますが、まずはじゃあ細谷さんのプロフィールを日笠さんに当てていただくということにしたいと思いますが、よろしいですか。私が当てる、当てる。まずはそうさせていただきたいと思います。聞いてましたよ。どうしたんだよ。なんだあいつ。情緒不安定みたい。よし来い。よし、大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあそれでは行きましょう。で、細谷さんのプロフィールを日笠さん当ててください。60秒スタート。出身地は。さっき出たね。さっき言ってた、広島。おお、世界だ。誕生月は。ヒント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 。え、もう過ぎた。寒い寒い寒い。12月。不正解、ブブー。なんで正解で言いそうになったんですか。好きな食べ物は。好きな食べ物ね、寿司ネタ、寿司ネタ、寿司ネタ、うんうん、寿司ネタ、寿司ネタ。だけど、だけど魚の形をしていない。待って、あ、分かった、カッパ巻き。不正解。好きな動物は。動物、結構普通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 。犬猫のどちらか。そう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 、どっち。だから犬猫のどちら。どっち。二択な、二択な、二択、二択、二択。犬。正解。後輩方。そしてかつて行ったことのある国。あー、じゃあこれだけ答えましょう。ないです。なんで、なんでじゃなかった。ちょっとちょっと、はい、ちょっとちょっと待ってください。あの、最後なんですけど。なんで答えたの。だってかつて行ったことのある国、かっこ日本以外ってないもん。いや、なんで私が答えれたかもしんないじゃん。なんで答えたの。え、天然ばっかか、ここ。細谷さんね、ちょっと天然なんです。ちょっと細谷さん。え、なん、え、頑張って細谷さん。わ、気づいてないのか。え、気づいてないみたいなんで。細谷さんね、まだ自分のミスに気づいてないんです。応援してあげてください、皆さん。え、どういうこと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 、どういうこと。かつて行ったことのある国でしょ。もう私がなし。さんがね、言っちゃダメだったの、まだ。私がなしって言って正解ってなる感じだったの。あ、ごめん。かわいいね、本当ね。さて、でことで、ただですね、あの、2問正解してるんで20ポイントゲット。すごい。じゃ
ゃあ今度は逆に行きますよ。今度は、ひかたさんのプロフィールを、はい、細谷さんに当てていただきたいと思います。はい、これはこれで相当見どころがありそうな感じしますね。それでは、ひかたさんのプロフィールを当ててください。60秒スタート。苦手だった学校の科目。数学。ピンポン。お、すげえ。得意なスポーツは。なんかバレエ。書き捨てる。違うよ。え、もういいんですか。あ、分かった分かった分かった。2回答えられる。パスパスパス次行った方がいいですよ。パスパス見てて見てて見てて。最近ハマっているものは。なんで進んでるんですか。あと大丈夫かよ。最近ハマっているもの、ハマっているもの、何、ヒントヒント、ダンス。違うよ違うよ違うよ。何回も答えられるの。そういうシステムなんですか。ワインワイン、お酒。パス。得意な料理は。出た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 。ヒントヒントヒント。出た出た。えぐち。卵焼き。習ってみたい外国語は。ヒント。ヒント。最後これだけ。うわ、すげえなこの戦い。習ってみたい外国語は、細谷さん。イタリア語。それ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 。正解。いや、おめちゃくちゃだなおい。すごいですね。会場中が分かっていて、細谷さんだけが分かっていないことがいっぱいありますね。パスとかシステムないんじゃないの。パスはないよ。言ってさせたらブーって言われて次行っちゃうから。そうなんです。それでよかったんですけど。そうなんですか。もう細谷さん終わってしまいました。すみません。すげえなー。先ほど の答え振り返りたいんですが、出身地は広島できてましたよね。はい、続いて細谷さんの誕生月は。寒いって言ってましたか。2月です。あー惜しい。10位じゃなかった。うん、うん、まあ、寒いまでのヒントが出たらほぼ正解当ててほしいところですよね。続いては好きな食べ物は。ウニです。ウニ。寿司ネタで魚の形をしていないとおっしゃってました、うん、気持ち悪い。なんでウニっていう人初めて見た。ウニ美味しいね。ウニ美味しいね、うん、ほらウニ好きな人多いと思う。あ、そうですか。あ、そうですか。塩ウニが好きですよ。塩ウニが。私、イクラがね、食べれないの。イクラじゃん、イクラじゃん。ウニじゃないじゃん。すごい、細谷さんからツッコミを引き出した、今。ウニじゃない。すごい。では、そして最後はですね、かつて行ったことのある国、日本以外はもう分かりやすく、日本以外まだ行ってらっしゃらないということで、よろしいですよね。はい、はい、はい。じゃあ、そして、苦手だった学校の科目、これは日勝さんに聞いたことですが、数学が苦手だったと。まあ、理数系が苦手で。理数系が苦手で。本当に。いや、もう見たら多分分かると思うんですよね。うん、なんか見たまんまだった。見たまんまでしょ、うん、バカでしょ。うん。なことない。本当はそう思ってるんでしょ。そんなことない、そんなことない。そう思ってる。そんなことない。国語は得意そうだよ、国語は。うん、細谷さんの人に対する失礼の線の引き方が面白いですね。じゃあ続いて細谷さん、ひかつさんの得意なスポーツは何だと思いましたか。ダンス。なんかすぐ出てこなかったんですけど、こういうやつ、こういうやつ。バレーっておっしゃってましたか。バレーじゃないんでしょ。ないんですよ、ね、違う、もう一回見てていくよ。あ、ハンドボール。あ、ソフトボール。ソフトボール。だけども残念ながらその時はピッチャーだったの。あ、すごい。おー、そして最近ハマっているものは。なんかこんなことやってたよね。あ、私、うん、そうですそうです。これなんだろうね。ワインじゃないの。あ、料理料理料理。これ料理、これがこれの料理。え、これ何表してんのこれは。だから味見味見。今って言われてた。さあ、そして、続いてそのハマってる料理って言ってましたけど、得意な料理は。得意な料理、江口くんです。だから、うん、ああ、そういう意味で出たっていうのは。ああ、カレー。そう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 。ああ僕はカレーじゃないですよ。でも20ポイントゲットで、2人とも20ポイントゲットなんで、うん、なんと3号室チーム40ポイントゲット。さあ、それでは本当にどんどん行かないと、いけない感じですね。行きましょう、1号室チーム。よっしゃー。お話にならないですね。お、俺こいつのこと何も知らねえ。ちょっとそれラジオでもやったやつじゃないですか、それ。ちょっとは知ったでしょ。全然知らない。ちょっとすごいですね。さっきの日笠さんと細谷さんの安定感とは全く、不安定感とは全く違う、すごい安定感がこの2人にはありますが。でもこの2人はさっきのメモ書きを目の前でお互い書いてたんで、結構強いと思いますよ。簡単。いや、でもこれは見てないです。本当に見てない。宮野君声に出してやってましたからね。こっちですかということは、これはもうクイズというより
なんで交換しちゃうんだよ、おかしいやろ。でも僕何も書いてないんですよ。こいつ答え書いてないんだ。俺は答え書いてたよ。そうです。おっと、ってことはさあ、そういうどういう風に出るのかは江口さんの今後の行動で見たいと思います。さあ、それではまずは宮野さんが、江口さんのプロフィールを当てていただきたいと思います、はい、よろしいでしょうか。はい、では参ります。60秒間で答えてください。江口さんのプロフィールを当ててもらいます。60秒スタート。好きな色は赤。はい、正解。苦手な食べ物はコオロギ。確かにそうだけど。そうね、確かにそう。じゃあ正解。俺が正解。正解、おい、ずるいぞ。好きな動物はタヌキ。あー、そう言いたかった。でもタヌキもしかして嫌い。いや、タヌキは嫌いじゃないです。じゃあ、ずるい。よっしゃ、好き。ちょっと正解でいいんですね。力技だな。そして今行ってみたい国はどこだろう。ヒント。ヒント、イタリア。正解。お、そして苦手だった学校の科目はヒント、はい、ヒントみんなそうだよ、みんなそうだよ、みんな黒板だよ。何してんのそれ。ちょっとせめて何か言ってくださいよ。習字。違います。これは違うということですけど、なんと4問正解。やったー。だけども会場中からちょっと不正の匂いを感じるっていうリアクションが。いいじゃん、俺ら0点なんだからさ。現状ね。じゃあ今度は宮野さんのプロフィールを江口さんに当てていただきたいと思います、はい、さあ先ほど、なんて言うんでしょうね、回答用紙の交換的なことがあったんだかなかったんだか、それを踏まえていきたいと思います、はい、それでは参りましょう。宮野さんのプロフィールを江口さん当ててください。60秒スタート。得意なスポーツはダンス。違う。一番好きなラーメンの味はとんかつ醤油。ああ、そうそうそう。よっしゃ。一番好きな季節は夏。あ、違う。今一番欲しいものは欲しいものなんだろう。車。全然違う。好きな寿司ネタはヒント、ヒント、ヒント、ヒント。 おいしい。結構おいしいものいっぱいある。全部おいしい。とろける、とろける。大トロ。あ、正解。おい、今飼ってみたい動物は鳴き声、鳴き声。鳴き声。鳴き声。はい、飼ってみたい動物の鳴き声。はい、ワン。犬。正解。子供の頃の夢はなんか強いか弱いかで言うとは、あー、強い、なんかこういう感じだね。ウルトラマンセブン。あー、違う。不正解。さあ、今一瞬すごい盛り上がりそうだったんですけれども、すっごいなんか意気消沈、キョーって感じでテンションが下がってきましたけれども、はい、最後ちなみに子供の頃の夢何だったんですか、宮野さん。これはヒーローって書いてありますね、ここに。あー、セブン。セブン。どっちかってなんかゼロの方がいい。わかんないですけどね。なんか数字の問題ではなんかゼロっていう数字の方が僕は好きかなっていう。ダブルでつけてみたりとかね。すいませんでした、はい、さあ、そういうことで他の回答なんですけど、でもこれでも3問正解なんですよね。まずは江口さんのプロフィールで苦手だった学校の科目だけ当たりませんでした。これは何？物理ですね。すいません、会場中が微妙っていう感じのリアクション。なんで今物理不得意でした。なんかそう書くしかないよね。勉強してますみたいなヒントをするしかないよね。それはね、図形と。なるほど。じゃあ続いて、あとはですね、これは宮野さんの方になりますが、得意なスポーツは何だったんですか。あ、僕の得意なスポーツですか。これです。サッカーか。そうです。サッカーか。迷ったんですけどね、どっちかね。堂々ダンスとしてましたけどね。そうです。そして、一番好きな季節は。あ、そうです。秋。秋か。皆さん涼しい季節が好きなんですね、はいはい、江口さんのリアクションがさっきから全部一緒ですね。やめてください。今一番欲しいものは。あ、そう、欲しいもの。今欲しいものでしょ。コーラです。喉乾いてるからね。そうね、水ねえなと思って。確かに、続いて、子供の頃の夢はヒーローね。ヒーロー、まあ、そうです、ヒーローでしたね。ということで、ただ、2人合わせるとなんと7問正解、70ポイント獲得、一気にトップ。
さあ、そして本格的に時間がなくなってまいりました。続いて、最後のチーム出てきていただきたいと思います。2号室のお二人、花澤さんと杉田さんなんですけれども、花澤さん、やりたくなかったら拒否というのもありらしいんですけど今日、いやいやいや、やりますか。私ほど杉田さんを知っている、うん、そっちに行くか。お一緒でやったラジオ聞いてもらえば分かるんですけど、結構盛り上がってるんですねもっと止まると思ったの会話いやタフだよこの人は。タフさに対する評価が下りました。じゃあ今度はまずは、杉田さんが花澤さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。よしやってみよう、はい、なんですよこのにじみ出る変態な感じっていうのは何なんだろう。よしじゃあそれでは行きましょう。2号室チーム、杉田さんが花澤さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。60秒スタート。出身地は東京。あ、正解。誕生月は2月。正解なんか怖いですよ、なんか怖いですよ。正解しても怖いんですけど。血液型は AB 型。正解。苦手な食べ物はうなぎ。あ、正解。よかったね、正解。かつて行ったことのある国。香港。あ、正解。怖いんですけど。苦手だった学校の科目は体育。正解。おー、一番好きなラーメンの味は味噌。あ、不正解。正解。今一番欲しいものは休み。正解。お最近ハマっているものは、マネージャー松岡をお父さんと呼ぶ。もうこれ映像残っちゃうんですからなんと驚異の6問正解でございますすごい、すげえ。ちょっと怖いも、すごいですけど、ね、ちょっと狂気じみたものを、狂気じみたものを見ました。僕ら今多分ビューイングしてる方たちはガクブルなんじゃないかなと。ガクブルですね何人か席を立ったんじゃないでしょうかガラガラってさあ、今度は逆ですよ。花澤さんが杉田さんに興味を持たなければならない時間がやってまいりました。いけますかね。はいはい、いけます、いけます。じゃあそれではお願いします。いきましょうか、はい、では、花澤さんに杉田さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。60秒スタート。最近買った家電は、なんヒントをください。髪の毛に関係する。髪の毛？バリカン？正解。全部なくなっちゃうよただでさえ少ないのにな花澤さんすげえな。正解。花澤さん鬼のような答えを用意した得意な料理は得意な料理、なんだろう。オムライス違う。子供の頃の夢は、お坊さん。花澤さんすげえな。あのね、正解なんだ。憧れたんです。本当に？はい。憧れたんだ。ついやってしまう癖は、つい中村さんを見てしまう。いや、不正解、不正解。それは癖じゃなくて日常だよね。そうですね。もう癖じゃないの。おせち料理で一番好きな料理は、なんでしょう。難しいね、これ。難しいですね、これ。もう終盤ですから。おせち料理。じゃあ、だし、伊達巻き。伊達巻き。違います。しかし1問正解、本来これぐらいの難易度の問題のはずなんです。6問正解がどうかしてるんです。怖かった、怖かったですね。ただそんな杉田さんでも苦手な食べ物は当てられなかったんですけど、花澤さん。あ、はい、砂肝が嫌いですピンポイント。あ、今これで完全にインプットっていう顔を杉田さんがまあアヌビス神でいうところの覚えたぞってじゃあ続いて、もう一個好きなラーメンの味が味噌って言って違いました。醤油が好きです。醤油、はい。インプットインプット最近ハマっているものはハマっているものは何ですか。最近ハマっているもの、はい、あ、ハマっているもの、なんですか。お風呂。お風呂、いや、杉田さん、お風呂はね、お前覚えてもダメだぞ何もないぞ。そうだね、うん、今はね怖いわさあ、そして、もう悲鳴確かに上がりますよね。じゃあ今度は杉田さんの方なんですが、最近買った家電はバリカンではないということ。ドライヤーです。ドライヤー普通そっち行くよね
得意な料理は？得意な料理、うどんです。うどん。おお。そしてついやってしまう癖は？ついやってしまう癖は、なんで笑ってるんですか、そんなに。生きり立った犬をこうやって沈めることか。ついやってしまう癖？おせち料理で一番好きな料理は？数の子です。数の子。さあ、しかし2人合わせてなんと70ポイントをゲットでございます。さあ、そして最終結果はこうなりました。ご覧いただきましょう、どうぞ。最後、完全に杉田さんパワーで勝ったのは2号室チーム。あ、2号室チームにはこちら、プレゼントがありますんで、どうぞこちらを、いいな。リリチオ様をペロペロできる権利を。いや、カルタいつも飴持ってるんで、これは花澤さんが持った方がいいだろう。そうですね、じゃあ花澤さんに渡しましょう。どうぞ。ありがとうございます。はい。あ、しかしよくできてるな、これ。ほんとすごいですよね。鑑定団の人だ、鑑定団。鑑定団の人。鑑定してるね。注目の鑑定は CM の後。早く鑑定してくれよ。さっきからずっとね、CM の後ばっかり行くな。ということで、以上、ゲームコーナーでございました。ありがとうございました。あやかしかチキチキパートナーゲーム大会でございました。それではキャットの皆さんはですね、ちょっと一回下がっていただいて、それこそ飲み物とかを飲んでいただきたいというふうに思っております。拍手でお送りください。続いてのコーナーはこちらです。アフレココーナー、犬ボクシークレットサービスのあんなシーンやこんなシーンをキャストの皆様に生でアフレコしていただきます。ではキャストの皆様、もう一度ご登場ください。着替えてますね。ではここで生アフレコを皆様に味わっていただきたいと思います。まずはテレビアニメ第5話からこちらのシーンを生アフレコで演じていただきましょう。それではキャストの皆さん、お願いします。全員揃うのは久しぶりだねー。ね、ソータン。はい、改めましてお帰りなさいませ。カゲロウ様、お会いできて嬉しく思います。先ほどはなかなか楽しかったぞ。そうだ、貴様たちに土産がある。どこ行ってたの？沖縄だ。ソータンダギー、マンリー、貴様にはアイアンメンジャン。貴様にはアラナワ。ああ、これをリリチオ様に。貴様には無知だ。それ私物じゃん。貴様らは初対面だったな。ではお近づきの印に三角木馬。貴様にはボールギャグ。嫌いじゃないわ。ああ、極寒プレーか。よいぞよいぞ。男でしかも変態で名前も名乗らないやつとはお近づきになれないの？一理あるぞ、メスブタよ。あれ、野原姉さん、すげえ寒いんだけど。我が名は賞金かげろう、二号室の住人でありカルタのご主人様だ。加えて宗主の元主であり白木院リリチオの婚約者だ。婚約者？ああ、そういやそんなんいたな。確か毎日手紙書いてたろ。結構気に入ってたんじゃねえの？違う。くだらないな。家同士が勝手に決めた話だし拘束力はない。現に子供の頃以来会ってないし、ほとんど消えた話だ。でも手紙来なくなった時は落ち込んでたじゃん。字の練習ができなくなったことを憂いていたんだ。
取り替えてもらえるかな。私は結構貴様を気に入っているぞ。ん？従順すぎるより反抗的な方が調教しがいがある。その表情良いぞ良いぞ。いいなずけ殿は一見 S を装っているが、その実 M の素質があるようだ。誰が M だ。私は S、 相性もバッチリだな。ちなみにお前も S だな。しかも表に出さない分私よりさらにねちっこい。人のことを君のワールドで語るな。私のザワールドではない。人は必ず S か M に分かれているのだ。私は一目見ただけでそれを見分けることができる。はい、お前は M。 ふざけんな。誰が M だ。俺は不良。お前は S。 どうかな。ないしょ。遮るな。ついでに M ってなんだ。食べたいか、食べられたいか。杉田さん怖い。イニシャルは S。 そうなのか。お前は S だよ。近寄るなって言ってるでしょ。ああ。さあ参ろうか、いいなずけ殿。何をする。この私が自らめくるめく S と M の世界にお前を導いてくれよ。そんなもの。はい、行きます。カゲロウがほとんどアニメ化された杉田さんであることが皆様にも伝わったのではないかと思う、そんなアフレコでございました。ではどんどん参りましょう。続いてはブルーレイ &DVD 第1巻に収録された藤原ココア先生書き下ろし漫画を生アフレコで演じていただきたいと思います。それではキャストの皆様お願いします。イタリアのお菓子パンブリアコーネ、アルコールたっぷりの大人のお菓子、別名を酔っ払いパネットーネという。で、それを食べたと。ロロミアさん好き。いつも仲良くしてくれてありがとう。すごく嬉しい。うわ、千代ちゃん素直になった。普段と全然違うじゃねえか。気色悪いな。綿貫くん、いつもはごめんなさい。本当は僕、綿貫くんとも仲良くしたい。まあそう怯えるなよ。唐突に帰ってくるこのドエス。ただいま、肉便器たちよ。お帰りなさい。あ、間違えました。あれ、今一瞬誰かいた気が。大丈夫か、おぶって帰るか。ソリノズカ、ソリノズカ優しい、お兄様みたい。ああ、大丈夫じゃねえわこれ。部屋帰って寝ろな。じゃあ昔みたいにソリノズカも一緒に。ああ、それはさすがに。宗師は一体何してんだこんな時に。未経つかみ後ろ。キャー。本日はロロミアさんと夕食を取られるとのことで僕は控えておりましたが、これは一体どういうことでしょう。お兄様、いや、あのね、宗師さん、未決神君酔っ払ってんだよ。そいつ通春なくなって素直になってんの。未決神君に会いたかった。いつもずっと一緒にいるから少しの間だけど寂しかった。うわ、生まれてきてよかった。あ、そう。ニケツカミ君、座って。いつも立ってばかりいるでしょ。いつも立ってばっかりいます。おいつも食べさせてくれるから。はい、あーん。大丈夫か、止めた方がよくないか。そうして死ぬんじゃないか、あれ。嬉しい。リリチオ様、その昨夜はまるで夢のようでした。はあ、リリチオ様からあんな風にしていただけるなんて。いいんです、一夜限りのお戯れでも僕だけの思い出にします。一夜の戯れですって。メニアック、
したの、いつも立っていたもんね。おい坊ちゃん坊ちゃん、変態は俺だけじゃないってよく分かったろな。はい、今のですね、分かりづらいことを言いますと、あの杉田さんは僕のことを日本で唯一坊ちゃんと呼ぶ人でございます。どうでもいい情報だよな。分かんないじゃないですか、坊ちゃんっていろいろ言われても。ということで今のなんですが、確かに変態しかいなかったことがとてもよく分かった感じなんですけど、その変態を引き出したのは全て日高さんだったじゃないですか。寸春じゃないものの理事長。そうなんですよ、ね、酔っ払った、ね、そうなんです、理事長ちゃんが、ね、そしたら最後も日笠さんがもう呼吸が怪しくなるっていう、ね、今のパートで一言だけだったんで全てをかけようと思います。ということで変態の皆様に演じていただきました。どうもありがとうございました。以上生アフレコのコーナーでした。さあということで、もう本当に名残惜しくはあるんですけれども、今日のですねこの場もそろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。ということで最後に今日ご登場いただいた皆様にまた一言ずついただきたいと思いますので、ムックの皆さんにも再度ご登場いただきたいと思います。拍手を持ってお迎えください。お願いいたします。どうぞどうぞ、ムチコーガーからムックの皆さんいらっしゃっていただきます。ちょっと皆様こちらに入り詰めていただけるとありがたいかなというふうに思いますが、もっと何か情報が、はい、すみません、ムックの方がいきなり男子一人になったわけじゃないですよね、いきなりね、はい、あ、いらっしゃっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもこうやって見ると達郎さんは割と遠目にはカゲロウっぽいキャラクターではありますよね。そうですね、ええ、そう、なんかねちょいちょい杉田さんとキャラ被って似てるって言われるので。それは不幸だ。今日は連絡先ゲットして帰ろうかなと思って。本当にいろいろ話したいことがね、はい。何話すの。さあそれではですね、本日、これから皆様に一言ずついただきたいと思いますけども、その前に、今日ご来場の皆様、そしてライブビューイングで見ていただいている方にお伝えしたいことがございまして、今日のイベントなんですけれども、ブルーレイおよび DVD で発売されることになりました。このイベント終了後に会場内では先行予約受付始めますし、ネットやですね地元のお店でももう受付はできるということでございますので、ぜひご予約できる方はご予約のほどもお願いいたします。さあそれではですね、ここで本日ご出演の皆様から改めてご挨拶いただきたいと思いますので、ではムックは達郎さんから代表して一言いただいていいですか。いや、ここはうちのユッケがねいつもこういう挨拶よくやってますので。マジですか。はい、お願いしてるのでよろしくお願いします。じゃあそれではユッケさんお願いいたします。ユッケです。ですね、今日はこんな素晴らしいイベントにこう出させていただいて、まずすごくありがとうございました。メンバーも、特に僕もすごい犬僕大好きで、ずっと見てたので、長いですよね、すいません。第2部はおみくじ大吉引こうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして花澤さんお願いいたします。はい、なんかすごく賑やかで楽しいイベントになってとっても楽しかったです。皆さんどうでした。楽しかったです。なんかライブビューイングされるっていうのも初めてで、なんかそれだけ本当にこの作品いろんな人に応援していただいてるんだなって思ったので、これからも犬僕応援していただけたら、なんかね次があったらいいなとか思うので、皆さんぜひこれからもよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。続きまして杉田さんお願いいたします。はい、メインキャラが全員ね当てている声優が揃って、で主題歌のムックさんもいらっしゃってね、本当に作品として共有すべき意味のある時間というのが確かに流れていたなと僕は思います。というわけで皆さん、また時が戻ったらキスしてグッバイ。わーすごい。もう感情ないじゃないですか。もう感情がないかもしれない。はい、宮野真守です。どうも宮野さんお願いします。はい、どうも。犬僕という作品が本当に楽しい作品で、でその作品をイベントにするとこんなに楽しいイベントになるんだなっていうのが今日皆さんに分かっていただけたと思います。このメンバーで、もっともっと全国を回りたいと思っておりますので、これから皆さん、応援よろしくお願いいたします。ハッとしてく。さあそしてカレーがもう遥か昔のことのようです。江口さんお願いいたします。はい、江口拓也です。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
茨城の方も最後まで盛り上がってくれたかな。あ、そういうのいいね、そういうのライブビューイング的そういうのいいと思う。盛り上がっていただけたと思います。はい、はい、ということで久しぶりにね、このメンバーが集まって、まあアフレコの時もすごい楽しかったんですけれども、なんかねこれが始まる前の楽屋でもものすごい楽しくて、なんかもう始まる前にものすごいエネルギーを使ったっていうのがあって、なんかこういう楽しい場っていうのはすごい楽しかったなって思いました。楽しいしか言ってないなんかちょっ と途中でちょっとなんかね収集がつかなくなったんですけども、本当に皆様お越しいただきましてありがとうございました。続きまして日笠さんお願いします。はい、皆さん今日いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。ありがとうございます。もう本当に皆さんが楽しいと言っていただけるだけで、もう我々ね、命を捨てた甲斐がありました。命を捨てた甲斐がありましたですか。誰も捨てていないもうでも本当にそれぐらい、なんかこう皆さんアフレコでもそのオープニングのムックさんでも本当に命をかけていろんな、なんだろうそうでもない。いやいや、命かけてますよ、命かけてます。そうだよね。そう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 、みんな命削ってますからね。命削ってこうね、作ってきた作品をこうやって皆さんに楽しんでいただけて、はい、本当に今日のイベント本当に楽しかったです。皆さんは疲れてないですよね。まだまだ第2部も楽しめますよね。え、来ない。あのね、両方の、1回しか来れない人も2回とも来る人もいらっしゃいますけども。そっか、お腹がグー。はい、ありがとうございました。ちょっと雑じゃないですか。大丈夫ですか。あ、もつやさん、はいはい、はい、もつやさん、行きましょう。はい、行きましょう。ぜひお願いします。それの塚役の細谷です。はい、今日はどうもありがとうございました。命がけで行ったこの1時間、今日の時間、皆さんと一緒にですね、命がけのコミュニケーションをできて本当に楽しかったです。また犬僕でこことやれたらいいなと思うので応援し続けてください。ありがとうございました。続いて中村さんお願いいたします。はい、未決感創始役の中村です。そうですね、もう大体皆さんがおっしゃられた感じで一つよろしくお願いします。今日の、ね、イベントは、まあ、命を捨てる覚悟で臨んだというふうに日笠さんもおっしゃってたようにですね、我々は、ちょっとやりすぎたせいで押してしまいまして、皆さん帰り大丈夫ですかね。ちょっとそういう心配もあるんですけど、楽しんでいただけたならよかったかなと思っております。またですね、こういう機会あればいいなと思っておりますので、これからも引き続き犬僕応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に日高さんお願いします。はい、本日はありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうかありがとうございます。本当に今日のイベントみたいな雰囲気でアフレコもずっとやっていて、そんな雰囲気が皆さんに多分きっと伝わったんじゃないかなと思うと本当に嬉しい限りです私自身も本当にこの作品が大好きで、そしてスタッフさんや素敵なキャストさんに囲まれてとっても勉強になって、とっても刺激を受けた作品でした。これからもずっとずっと犬ボクシークレットサービスを応援していただけたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで昼の部は、まあ、以上をもちましてということになるんですけども、もうほとんどチケットないそうではありますが、ライブビューイングでこの後やっぱり2回目も見たいぞと思った方いらっしゃいましたら、各地ですねいらっしゃっていただいたり、してくれればというふうに思っております。またDVD ブルーレイの、ね、予約も始まってますんで、よろしければご利用いただきたいと思います。それでは犬僕シークレットサービス、シークレットのサービスなんてしないんだからね、以上をもちまして昼の部終了とさせていただきますが、最後にじゃあ皆さんに声を合わせていただきたいというふうに思っておりまして、先日ながら僕がせーのって言ったらみんなでありがとうございましたみたいなことをキャストの皆さん声を合わせて言っていただいてもよろしいでしょうか。いいでしょう。ありがとうございますそんなに重みを持って答えていただくことだったんですねそれではいきますよ。本日はせーの、ありがとうございました。